あれ買いましたよ。とうとうあれ買いました。一気に機材感が一気に機材感がアップしましたけどね。GoPro のカルマグリップ買ってみました。一回ここで音合わせしてみようか。これで合うかな。よいしょ、これでどうだろうな。綺麗な映像が撮れてたらいいんだけどね。若干この辺に顔の映り込みがあるような気もするんですけど、このリュックの被り方によってだんだんこう猫背になって歩いてるんで、それでだんだんこう顔が前に出てきてるのかな。胸を張って歩くようにするとちょっと違うかな。ね、一気に機材感がアップしたんでね、どう思われるか、まあ、やってみるしかないですね。やるだけのことはやってみる、ね。こう持つとどうかな。グリップを持ちながら、あとは編集があんまりうまくいかなくって、音声と映像を合わせたらなんか音声がモノラルになってたりとかするんで、あれはどういうことなのかね。なんかオーディオをステレオで追加とかにするとステレオになるんですけども、あれはどういうこと、あの最初からもうモノラルで追加っていう設定になっているんでしょうかね。どうなってるんやろう。揺れほとんどなくないですか。ほとんど揺れないよね。ちょっとこう前かがみになるとおっさんの顔が映り込むけど、いやな。だからね、やっぱりちゃんとヘッドホンつけて確認せんといかんのよね。あれどういうことなのかな、未だによくわからんのですけど、自動的にオーディオシンクするモードもあるし、あれもなんかうまくいった試しがないし、僕の声が小さいんでしょうかね。こうタン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 、こうタンタンタンっていう、ああいう音で、あの山で合わせようかでしょうかね、波形で。よいしょ。だからね、そういったところでなんかバシッと決まってこないというかね。あれどうしたらいいのかな。
やっぱり手動で合わすしかないがかな。やっぱりこうやってこうカチンコみたいなんでパチンとかってやって、それで手動で合わすっていうのが一番確実でね。え、だとしてもそれやると結構手間がまた増えるんで、まあ、できるだけ手間を減らして、パパパパッとこうね、作業を単純化して毎日アップロードできたらいいかなとは思うんですけどね。あとはもう BGM 流すか、ひたすら。この右上が警察署なんで、歩行者妨害するわけにはいかなかったんでしょうね。この辺国道沿いやからね、なかなか音がねしんどいですよね。音が大きい。この辺の音量をね、高いところは低くして静かなところを上げてっていう、ああいうのも自動でできたりもするんでしょうけど、あれもなんかうまくいって試しがないんだよね。やっぱりうるさいところはうるさいし、車がザーって通るところは雑音が入るし、難しいところですね。したもんでしょうかね。なんかこれでコンビニ入るの恥ずかしいな。ええかな。できるだけ編集の作業は単純化させたいっていうのがやっぱり一つありますけどもね。パソコンとかのスペックも上げなきゃいけないのかね。結構30分ぐらいの動画が1時間半ぐらいかかるんで、いや結構しんどいですね。せめて1時間ぐらいで上がれば、帰って風呂入って9時半10時ぐらいから編集して、それから11時ぐらいに終わって YouTube にアップロードみたいな感じに持ってきたら11時半とかね、そのぐらいになるんで、ちょっと厳しいですよね。あれはどうしたの？あの子か。あ、そうか。あ、こうやって。じゃあ、こうやって。絶対これジロジロ見られるやろな。一回録音止めようかな。一回録音止めて音声切るか。音声切ろう。音声切ります。やっぱり今日は
休み、盆休みの週間なんで結構車が結構止まってますね。盆休みいいね。結構止まってる。県外ナンバーもね、名古屋とかね、見たことないナンバー止まってますね。トヨタすごいね。なんか波もいいんやろうかね。波もいいんでしょうか。いろんな感じ、こっちもこう見て、すごいですね。多摩、見るのも楽しいね。大阪すごい。みんな帰省して帰ってきてるんでしょうかね。神戸、若干声がこうさせた方がいいかな。あ、そうだね、これがいいね。ちょっと若干外側を向くんで、進行方向向かした方がいいかな。進行方向向かした方がいいかな。あ、そうか、この方向キーの正面を向くようになってんの、ゴーグルカルマグリップで。正面を向いてもらうといいのかな。これで、無事おっさんの顔の映り込みがなくなったら、あ、よしよしよし、オッケーオッケー。これでちょっと猫背になっても大丈夫。よっしゃ、猫背で歩ける、猫背で歩けますね。よし、オッケー。というわけで、やっぱこういうカメラを見つつ、GoPro で見る自分の歩容のあり方みたいなところですかね。人間徐々に胴体の筋力が落ちていきますんでね、やっぱどうしても前かがみになって猫背になって歩きやすくなるという感じです、ね、できるだけこう腰椎の下のあたりを意識してですね、できるだけおへそ突き出すようにして、反り返りすぎることなく顎を少し引くと、ね、腰椎とおへそをしっかりしっかり意識して顎を引く、ね、これですよ。かかとから接地してつま先から離すと、ね、これです。こっちから行こう。なのでうわーすげー、ここもホテルの駐車場なんですね。このホテルの外部の駐車場もすでにもはやいっぱいの状況と、ええー、感じ。ちょうどええくらいの時間に職場に行けるんじゃないかなと思います。もうね、このね、坂の上にあるんでね、もう最後の最後で汗がだらだら流れてしまうと、汗だくになって出勤するということです。なんかないかね、やっぱりバイクとか乗る方がいいんかな。バイクもいいね。元ブログね、バイクだと一瞬でついてしまうんで ね、バイクやとぐるり大回りしてくるしかないんやけど、原付でもいいんやけどね、免許持ってないんでね。免許も取ってバイクも買ってどえらい散財になるからね。何の話やったっけ。だから結構難しいっすよね、あの左右のモノラル音源問題が今度はあるんで、できるだけ一発でドンって合わせれてステレオで取り込めてコンコンと音が合わせれて、あとなんかカットするとかいう作業が全然ないんで、あのクリップの前と後ろを取りもカットするだけなんで、特に
そういった編集作業も全然問題ないですけどね。皆さん大変ですね、編集がね。どうやってるんやろう、教えてもらいたいわ。やっぱり一番いいのはやっぱ自動的に同期させるのが一番楽よね。クリップと、だから音源を、2つ選んどいて、右クリックでオーディオシンクでできれば一番理想やな。けど音声ファイルが1つで動画クリップが2つになってる場合はどうなるんでしょうね。どういくんやろ。もう暑い。どうされてるんか、難しい。というわけで午後、また午後、明日明後日休みだから今日頑張ろう。はい、どうもでございます。仕事帰りにちょっと川の道をね、撮っておりますよ。どうですか、カルマグリップをね導入しましたよ。とうとうカルマグリップ導入してすごいでしょう。やっぱりほんまにあれみたいやね。あのプレビューで見るともう本当にあれやね。何あの NHK のね、あの世界ふれあい街歩きみたいな感じの動きになってません？ねえ、すごいスムーズ。こういって、でこうする。素晴らしいですね、素晴らしい。一気にレベルが上がった感じしますけども、どうでしょうか。いやーすげえすげえ。でしかもそのカルマグリップの本体から GoPro へ給電されるんで、GoPro の方のバッテリー気にせんずくにね撮影できるのがいいですね。ほんでカルマグリップのこの根元にある USB-C 端子からパソコンに接続できるんで、そこでデータのやり取りもできるから、まあ、かなり、楽になったんじゃないですか。前はね、ネイキッドフレームをパコンって開けて、まあ、竹づらいのをパコッと開けて、そこからの GoPro の USB の蓋をパコンと開けて、そこからやり取りちょっとね、その辺の手間も省けて、その辺が地味にすごいんじゃないですか。地味に、革命なんじゃないです、ただ残念ながら今日はちょっと曇りで夕日が見えないね。夕日が欲しいね、夕日が欲しいんだよね。夕日がいい、欲しいな。あ、Apple Watch でも解像度は低いですけど、プレビュー見えるようになった。おお、ほい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 、おお、いいんじゃね、いいんじゃね、いいんじゃねえ。これでこう上がるんかな、どうだ、ちょっと上向き加減がいいのかな、どうでしょう、ちょっと上向き加減でここでこれを打ってみるかね。これを打って、ちょっとこの上向き加減で歩いてみようかな。
ちょっと下が見える方がいいのかな。どうなんやろ。あ、猫いますよ。猫見ていきます。でもあれ逃げるやろな。あの猫は逃げるな、きっと。あの猫ちゃん逃げるでしょうね。手持ちの方がいいのかな。今手持ちで、まあもちろん手は塞がりますけど、手持ちもいいよね。やっぱ波形で合わすから、しっかりやっぱり音をしっかりと取っとかんと、波形がちょっとやったら会いにくいからね。画角はどうなのかな。画角じゃないわ。やっぱこのぐらいがいいかな。このぐらいのあれで、若干地面も見えつつ、若干空も見えつつの角度が、ね、蛇とか出てきたら嫌やね。これヤブからヤブヘビやったら嫌やな。本当にシャレにならんよね。地面見ながら歩こう。地面見ながら。うん。いやー暑い。ああ、なんでこの夏に歩こうと思ったんやろ。Tシャツ4枚いりますよ。行きで1枚、仕事で1枚、帰りで1枚、帰ってもう1枚。Tシャツ4枚いりますよ。ほんまに。やばいっす。暑くて。高知県は四万十市ですね、こちらね。やはり高温多湿、高温多多湿ですね。高温多多湿。いや、はあ、夕日がねあればね、もうちょっとね、綺麗なお散歩道ができたんじゃないかなと思うんですけどね。だいぶね、この GoPro のカルマグリップで映像の質はグッと上がったんじゃないかなと思いますよね。あとは音声ね、なんかこればっかり言うような気がするんですけど、音声どんなのがいいんかな。音声は、周りの環境音が取れたらなおよしやね。環境、ほら、虫の鳴き声とか、鳥の音とか、セミの音とか、セミの音がいいっす、いいっすね、いいっすね、セミの音がね、夏って感じですよね。これがまあだんだんこう、今8月の13日なんで、まあ、夏がだんだん終わってくる感じも取れればいいな。夕日と一緒に、日暮らしのね、鳴く音が取れたりすると、ああもう夏が終わるなみたいな、あんな瞬間がお送りできればいいかなと思うんですけどね。こんな感じで、こんな田舎の散歩風景をね、ちょっと撮ってお送りできればいいなと思って、頑張ってやっております。頑張って、まあ、楽しみながらね、頑張ってやっております。ですのでよかったら、チャンネル登録、いいね、評価、あとそうですね、こんな機材あるから使ってみたらみたいなアドバイスもいただきましたら、嬉しいです。これやってみたかった。これをやってみたかった。ね、まあ、何人チャンネル登録
してくれるかちょっと分かんないですけども、まあ目指せ10人。10人、とりあえず何人かねチャンネル登録してくれたらまたやる気も出るんじゃないかな、あとそうですね、四万十市のアコ行ってみたいとかね、アコ取ってもらいたいとか、アコ歩いてみてくださいってみたいな要望があったらね、なんとか時間作っていきますよ、ね、心霊スポットはちょっと怖いですけど、ね、どこにも行きます、ね、まあ、車と、まあ、人間の足で行けるところがあればどしどし行きますので、一つよろしくお願いします。盆休みですよ、ね、夕日残念ながら見えないですけどね、ふるさとの風景ですね、この辺がね、皆さんにはふるさとありますか、帰りたいふるさと、思い出のあるふるさと、ありますでしょうか。たまには帰った方がいいですよ、田舎には、田舎もいいですよ、あんまり楽しいところはないけどね、まあ、子供の時は遊び寄ったところにもう一回大人になっていけるっていうのはやっぱりいいんじゃないですかね。ようここで泳いだんですよ、この辺で、浮き輪一つでね3人ぐらいで泳いで、で向こうまで渡ろうっつってね、渡る途中で空気抜け出して浮き輪の3人でもがいたもがいたやっぱり縦になってね立とうとするのよね、足がつかんからさ、プッカプッカプッカの釣りの浮きみたいなもんですよ、沈んでは上がり沈んでは上がり、でそうしよったら隣で近くで船で釣りしよう人がおって、あの人らがじーっと僕ら見てるんですよ、自分のおとんとおかんおとんとおかんが船で釣りしよって、溺れるところ僕らのところずーっとじーっと見よって、そろそろ助けに行かないかんかなっていうところでなんとか自力でたどり着けたっていう、ね、そんなこともありますよ。それがここですね、ちょっと行ってみましょうか、ね、昔の道がこの道なんですけどね、今にサイクリングロードが出てきました、ちょっとバックのマウントじゃちょっと厳しくなってきたかな、この九州で、よいしょ、いやーカルマグリップいいっすよ、これすごいいいっすよ、ね、あちょっと水が出てきてるかな、満潮に近いのかな、ちょっと近づいてますね水が。ね、よく考えたら贅沢でしょ、家のすぐ近くはねこんな綺麗な川がね、四万十川ですね、申し遅れました、四万十川です、もう全然泳げますよここで、なんかあの橋のあの辺りでなんか溺れかけたような気がしますよ、はよ助けろよと思ったんですけどね、
あ、そうか、これを若干このこの下向きにするとこれが張って、あ、いいね、フィット感が出た、うん、まあ、あとはね、上に帰ります。いやー、今日も一日終わった。皆さん休みですか、明日は。僕は明日から2連休です。やっと休みや、皆さんお疲れ様です、まあ、仕事の人は頑張って、何してるんでしょうか、これは。高知、あ、三重とか大宮とかってあるんですよ、これ。あ、釣りでもするんでしょうかね。三重県、県外のお客さんですね。結構気をつけて、あの河原の中に入っていくと漏れなくあのタイヤが煮え込みますんでね。煮え込みって分かります？ぐーって空回りして出てこれになりますんでね、気をつけて。何回か助けに来ました、何回か助けに来ました、軽トラで。すいませんっつってね、来るんですよね、家の方へね。車がはまっちゃってっつってね、で軽トラで紐で引っ張っちゃって、あ、その時も岡山ナンバーだったかな、うん、県外の人わからんがよね、どこまで行ったらいいのか。確かその人も釣りしてたんやないかな、うん、ぜひ来る時は全然止めれるんですけどね、車中まで入ると煮え込みますので要注意でございます。うん、よいしょ、これをね、よいしょ、よいしょ、うん、この辺でも遊んだような気がするな。カニでも取ったかな、あ、いいね、いいんじゃないですか、これ本当にすごい。これで4万ちょいでしょ、4万ちょいでこんなことできるのってすごい価値ありますよ。費用対効果めっちゃ高いですよ、これ。ぜひこう悩まれてる方あったらこれ絶対買った方がいいですね。2本買った方がいいですよ、本当に。ここで夕日がすごい綺麗なんですけどね。ね、ああ、今日も一日終わった。今日も一日終わった。あとはレコーダー頑張って考えて、あとは己のトーク力を上げて、もっともっといいものにしたいな。ね、まだ今はつまらない動画でございますが、だんだん楽しくしていければいいな。よいしょ、こんなところで。